教育隊とは自衛隊における各種教育を担当する部隊のことである。外国の軍隊にも同様の部隊が存在し、教育隊と訳される。入隊した自衛官候補生、一般総候補生、技術層に対する基礎教育、それを終えた後に各職種に合わせた特技の教育を行う部隊である。海空では特技教育を十課学校で行う。 新入隊員の教育隊には霊法に精通したベテランの総長が配属されている。入隊後の基礎教育は男女別の部隊で行われるが、航空学生のみ、入隊時から一括して教育を受ける。幹部候補生は防衛大学校、防衛医科大学校、一般大学を卒業後、幹部候補生学校で幹部に必要な教育を受け部隊へ配属される。 陸上自衛隊の新隊員教育隊は、正規編成の方面混成団、教育大隊、教育中隊のほか、各部隊において臨時編成される。新隊員教育隊の略称、新教と呼ぶ。新隊員教育隊本部の編成連隊、軍が担任する例。区隊の編成陸層教育隊は、陸層として必要な教育を行う部隊であり、 各方面混成団例下の構成部隊として一つずつ置かれている。女子の陸層候補生課程は、東部方面混成団例下の女性自衛官、教育隊が担当。大体規模であるため、隊長は1等陸佐もしくは2等陸佐承認予定が、務める。区隊長は、以前、幹部自衛官が当てられていたが、上級総長制度の普及に伴い現在区隊長。 助教等の基幹要員はすべて陸層で編成している。陸層教育隊の一覧陸層教育隊の略称、陸層と呼ぶ。陸層教育隊の編成共通教育中隊、普通科教育中隊及び上級陸層教育中隊各一を基準として編成される。陸層教育隊の遠隔教育大隊は、主として新単員教育。 自衛官候補生課程の教育を行う教育部隊であり、2から4個の教育中隊を編合わして編成される。各方面混成団例下の構成部隊として1から2個の教育大隊が編合わされる。大隊長は二等陸佐。第101教育大隊から第120教育大隊までの12個大隊が編成された。教育部隊の改編により廃止となった。 教育大隊も多数ううあり、現在は北部方面混成団に第120教育大隊、東北方面混成団に第119教育大隊、東部方面混成団に第117教育大隊、中部方面混成団に第109教育大隊及び第110教育大隊、西部方面混成団に第113教育大隊と、 第118教育大隊の7個大隊が残る、のみである。教育大隊の一覧教育大隊の配置北部、方面隊、北部方面混成団東北方面隊、東北方面混成団東部方面隊、東部方面混成団中部方面隊、中部方面混成団,団西部方面隊、西部方面混成団教育連隊、教育大隊の遠隔教育中隊は、主として、 新単位教育を行う教育部隊であり、教育大隊例下の構成部隊として2から4個の教育中隊が編合わされる。中隊長は3等陸佐、または1等陸移。第301共通教育中隊から第343共通教育中隊までの43個中隊が編成された。教育部隊の改編により廃止となった教育中隊も多数あり、 令和3年現在は、北部方面混成団に3個中隊、東北方面混成団に2個中隊、東部方面混成団に4個中隊、中部方面混成団に6個中隊、西部方面混成団に6個中隊の21個中隊が残るのみである。現在の教育中隊は、上記の教育大隊の編成を参照。教育中隊の一覧陸上自衛隊には、 他にも次のような教育隊がある。また、教育隊の名称は持たないが物体への連動向上、教育訓練目的に以下の部隊も存在する。新隊員教育隊職種の教育部隊、教育連隊機構教育隊呉れ教育隊会場、自衛隊の教育隊は自衛官候補生、一般改装候補生及び改装予定者、公募技術改装等に対し、 階層及び階始として必要な共通的知識、技能を習得させることを任務とする部隊である。大港地方隊を除く4つの地方隊に置かれており、司令は1等会社、副長は2等会社をもって当てられる。女性新入隊員の教育については2018年度までは、横須賀教育隊のみであったが、2019年度から、佐世保及び舞鶴教育隊でも教育を始めた。 航空学生の教育は男女とも、小月航空基地の小月教育航空軍正月、教育航空隊で行われる。海上自衛隊では入隊後運動能力及び水泳能力の測定が行われる。上から順に1級から7級まで評価され、7級に羊がないものは、9外となる。特に、入隊時に全く泳げないものには専用の、 訓練メニューが用意されており、ほぼ全員が泳げるようになるという。なお、球外のものは、運動能力球外であれば、赤靴、水泳能力球外であれば、赤棒と呼ばれる。航空自衛隊の教育訓練機関は、航空自衛隊幹部学校以外はすべて、航空教育集団例下に編成されており、基礎教育機関としては、豊富南基地に航空教育隊が設置され、 1> 第1、第2教育群及び、基地業務群からなる。第1教育群では、自衛官候補生、一般空想候補生、空想予定者及び、初任空想に対しての教育訓練を行うほか、例下に、女性自衛官教育大隊が設置されており、女性自衛官に対する教育訓練を行っている。第2教育群では、自衛官候補生、一般空想候補生、 空想予定者、初任空想の教育訓練に加えて、上級空想に対する集合教育も行っている。航空学生の教育は男女とも、宝北基地の第12飛行教育団航空学生教育群で行われる。このほか航空自衛隊生徒として採用されたものに対し4年間の教育を実施する生徒隊を編成していた。東部軍管区教育隊など、 多数設けられた。鎮守府と警備府に、海兵団が設けられていた。体制や、訓練内容は自衛隊とほぼ同等で、男女が別の部隊に分けられ、最初は、各種礼法体力トレーニング、射撃や格闘などの基礎教育を行い、次に、特技の専門教育を実施する。アメリカ海兵隊のリクルートトレーニングの、様子アメリカ軍の侵入隊員が配属される。 教育隊は通称ブートキャンプで呼ばれている。訓練プログラムの正式名称は、アメリカ陸軍は陸軍基礎訓練、海兵隊及び海軍は新兵訓練、空軍は基本軍事訓練、沿岸警備隊は基礎訓練である。更新やランニング中にはミリタリー・ケイデンスが昭和される。ありがとうございます。